いような角度、左手下田ボックスの外に2人います。池田が飛び込んだ、黒田大成での初ゴールは池田ジュラとの空中戦の強さからもたらされました。下田もいいボールを送りました。やっぱね、本当いいボールでしたね。まずね、でここに池田は、まあ、もちろんもう少しね高さがあってもいけたんですけども、背中ですよね、ここ飛び込みましたね。まずね、まあ、風的には、まあ、ゴールに向かっていくようなボールになっているので、余計にこうディフェンスであったりキーパーにとってみると